さあということで今回もですねドラゴンクエスト11実況プレイ続きやっていきたいなと思います。さあということで現在デルカダール神殿ということで、確かここねボス戦が確かねあったんですよね。なんですがちょっと待ようかなと、ほぼ満タン、ちょっと MP がないんだよね。で作戦替えで、まあまあこれでいいや。さあでもってさあこっち来たから下に行くんじゃなかったっけ下だったよね。下だ、どこだったっけな。なんかねいろいろレベルね、確か俺の記憶だとプレステ版は俺7ぐらいで倒したような気がするんだよね。神のなんかね毒になる、寝かせる、なんか4どっち、攻撃力当たらねえ意味ないもんね。だってねメタルウィングブーメラン先言いましょう。ブーメランいらなくなるのかな。こっから仲間が出てきたら、いやでもブーメランどうだろうな、いるのかな。今までの俺あのね、だからドラケ絶対やったことない俺はブーメランっていうのが弱いと思ってたから、こんなにいいと思ってなかったから。命中だろ、よし行こう命中。けどもしかしたらこれの時だったらもしかしたら良かったのかもしれないもんね。9だブーメラン命中プラス、これ上なんだろうね。2回連続デュアルカットだ。デュアルカッターってあれでね、ヒーローズで、マリベルがずっとやってくれたやつだよね。多分強いんじゃないかな。結局、おっと久々のエンカウントが地獄かよになってるのが16。いや、これ強いんだと思う。なんだなんだなんだ。ちょっとさ、おっと。いや、ブレン、じゃあ今、違う言葉を間違えた。ブーメランさ、強いね。あ、全然強いわ。なんか知らんか、ブ、あ、待った。ブルマって言いそうになった。ちょっとよくわからんだけど。あー、死んでる！返事がない。だって。あれなんのかな、これ、屍のようだっての使えなくなった。これ、落ちんのかな？オッケー。ちょ、待ってくれ。危ない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 ！あ、騎士団の服。待って、作っちゃったじゃん。作っちゃったよね。体。捨ててこパンツいりません。これはどうなんだろう。魅力が上がるってなんかいいことあんの今。今ないよね。なんかやったな。ハッスルダンスは魅力で回復量増えんのかみたいな俺動画だったっけ出したよね。あれちょっと下に行くんだよね多分。あ、オッケー下だ。多分下に行くんだ。多分またここら辺は同じなんじゃないかな。あっ7。やめてやめて。オッケー。やっぱ、あれだね。9ってさ、9じゃないわ。8の、8って、なんだっけ。戦闘が速くなるんだけど、なんだっけな。エンカウントしてからが長いんだよね、ちょっと。ちょっとだけ長いんだよね。それはちょっと、改善されてるね。改善されてる。ギラを覚えた。あー、2ポイント待って。さあ、振ってみよう。何振れるかな。なんか強いの欲しいよね。青さん、3。3か !3 じゃどうしようもなくね。ならこれ中途半端にさ、3になるんだろう。まあ、いいや。3でもって、呪文作戦、ほぼ満タン。ほぼ満タン。下なんだよね。これ下なんだよな、ね。覚えてんだ。なんとなく下だったんだよね。あ、こっちだ。あれ、一本道だったっけこれ。メタッピーが現れた。オッケー。探検の強いのがあるから、ちょっと待って。忘れた。これで武器、戦闘中に武器変えれんのかな？変えれたっけ？変えれた？あ、26。なんで？銅の鉱石か。釘じゃねえんだな。釘では、あ、うん、多分ここだわ、多分。待って、装備って変えれたっけ？神を。ブーメランやめてどうしようかなーと。聖なるナイフの方がいいんだよね。多分ね。多分違う。間違いないよね。聖なるナイフ。オッケー。ないね。力の指輪、オッケー。で、青さんが、もうこの腹立つわ。もう、行こうと思った時の、行こう、いいか、大丈夫か。やめて、やめて。おー、縦で防いだ、11。やっぱ強いな。あ、待って！おっと？おっと？これあれじゃん。なんとかアタック使えそうじゃない？なんか、なんとかアタックを使えそうな気がするんだけど。やっつけた。
なんか俺ね、神くんの探検かなんかで倒してるの気がするんだな、これ。お、まだある。待った、思い出した、あ、思い出した、ここ。ここの図では何者かのメッセージより青さん、メッセージを読んでみた。ほらね、あった、カラクリエッグ、あったな。あった。カラクリエッグあんの、あいつ倒、待って、倒すんだっけ、ちょっと待って、これなんだっけ、待って。倒したらどこなんのかな、オッケーオッケー。倒したらもらえんだっけな、思い出した。思い出した、待ってくれ、待ってくれ、もう戦いたくない。このままボス戦に行きたい。オッケー。ほら、あれ、ほら、カラクリエッグ乗り物に乗った。待った、特大のモンスターを倒す乗り物に残していくことがあります、これに乗ると。ってことは、なんかさ、足が8本ぐらいあるさ、骨みたいなのあったじゃん。あれもそうだよね、あったよね。強力なジャンプ力で大きな段差を飛び越えることができます、だって。お、来た。お。しょっぽ。いや、このしょぼさが可愛くね。ここでしか止めないってこと？ここでしか止めないってこと？守りのターゲット。なんなんこれ。魔法の先生に行こう。来た。来た。さあ、うわ、思い出、そっか、2匹か。レッドオーブだ。けけけ、こいつは楽な仕事だって、このオーブはあの方に渡すだけで、褒美を思いのままって話だからな。来た。おい、何の話をしてるんだ、そのオーブは俺がいただくぜ。いいね。7番の前にここに来たのは、この風雲を呪んだら行こう。行こうぞ。任せろ。任せてくれ。さあ、イースト、また、イビルビースト。連携。シャドウアタックで、行きます。まあまあ、いいんじゃないですか。呪文、ないですね。そっか、特技何も覚えてないのか。まあいいや。行こう。72! 強い。スパイスが下がった。やめて、また、こっからもう、青さんひたすら、もう回復や、回復していくしかないよね。18。ナイス！いけっかな。10。青さん、ホイミ。何もない。あれ、探検なんか俺、倒したような記憶してたんだけどな。オッケー。戦う。まだ、言うてもまだ。一匹倒せるとね、よーっしゃ、来た。一匹倒せると楽なんだよ。オッケー、15。オッケー、12。オッケー。一匹倒せると楽。オッケー。オッケー。素早さがかなり下がった。オッケー。大丈夫。14。13。10。やばい。さあ、濃い味で、青さんね。さあ、まあ。大丈夫でしょう。OK、15。9。まあ、OK、いける。よし、思ったほど、そんな強くなかった。多分、これ冗談抜くで、プレステ版の方が強かったと思う。なんか結構、もっとギリな。15。すげえ強かったと思うんだよな。リレー見て覚えた。このタイミングでリレー見て覚えた。ナイス。9、上がった。3ポイント。リレー見て覚えてなかったもん、多分。俺、歩いて帰ったもん、多分。数ポイントに振りますか。さあ、青さん。さあ、どっちにする？こっちにする？下にする？会心いらなくね？いるかな？まあ、いや、こっちでしょ。あ、ドラゴン斬り。お、連携ありだって。足らんのかえんで。こっちでしょうか。いや、やめよう。いい。残しとこう。ドラゴン斬り覚えよう。神は？ 3 で何もないでしょ、多分。3。ない。こっちは？ 3。これは？探検だからいらないね。スリープタガー。そう。これがなんかめちゃめちゃ強かったような気がする。まあ、いいよ、行こう。あ、何も言わんのかい。ちってこずらせやがって。しかし、なんだって魔物のオーブを狙ってやがるんだ。ほんとだよね。きたー。レッドオーブでいいのかな。まあ、いいか、やっと手に入った。長かったぜ。諦めかけてやレッドオーブが、今はこうして俺の手の中にある。青さん、俺は。確信したぜ。なんだ、お前とジレイ、いつか俺の願いは果たされるだろう。あ、そっか、カミュって、あれ、あいつがいたな、そういえば。
おと、願いは何かっていうの質問なしだぜって、これは俺の問題だからな。さて、やることも全部私、お前のじいさんが言ってた東にある旅立ちの祠に向かうか。さ、旅立ちの祠ってちょっとイベントがあったような気がした。ね、これ多分リレミットないから俺出てるんですよ多分。ほら、いいタイミングで覚えたな。しかし、さあ来た。待って、毒消しそう。あれ、これ何だったっけ。あ、それじゃあ忘れた忘れた。そう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 、ここね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 。これだからここら辺でなんかレベル909、違う、なんかなんかを999に して試し切りとかしてたでしょ。なんか動画あるよね。俺ここら辺でなんか試し切りしてたと思うんだよな。なんだっけな、セーニャの攻撃力100。あ、またグレグ来た。見てけだぞ、悪魔の米来た。いいね、BGM がいいね。クソ、ここまで追ってくるとはな。来た。おい、逃げるぞ、青さん。来た来た。このシーンかっこよかったよね。今だ、悪魔の子を捕らえろ。ここ かっこよかったな、ここ。青さん、石だ。じいさんがもらった石を出せ。ここかっこよかったな。またこれ、またこれの良さもあるけどね。あれ、馬じゃねえ、なんか乗ってたよね、確かね。逃がすものかって、わざ呼ぶ悪魔の米。走るぞ、青さん。あ、結構、早いね。特に何の見せ場もないっていう。青さん、逃がしはせぬ。血の果てまで追いかけてやるからな。このグレイグってなんだろうね、このキャラね。さあ、行こう。来ましたー。なんとか助かったみたいだな。このムービーシーンかっこよかったよね。しかし、ここはどこだって見渡す限り何もねえぞ。ほんとだわ、何もない。災いを呼ぶ悪魔の子メイグ。あいつに呼ばれたんだな。さあ、荒野の祠、待った、親子の辺じゃ見かけない顔だね。ここで会ったのも何かの縁だ。よかったらうちの品物を、あ、待ってね、買いに来た。お金結構貯まって、ビッグブレードないな。 あ何にもないね、今んとこないわ。何にもない。待って、ちょセーブだけしようか。永遠に動かないと言われていた祠から人が出てくるのを驚きましたよって、何かご存じませんが助けになりましょう。オッケー、ちょっとセーブしていこう。お祈りをする。オッケー。ね、まあ普通に一番上にしましょう。オッケー。ただちょっといいですか、ちょっといいです、ちょっとだけ。これまたこの 3DS 版だからできる、この面白さ。ちょっと 3D のと建物ちょっと見ようよ。はい、どうなるか、どうなってんだろう、こうなってんのか。建物でかいの、でかいのかな、かっこいい。あれ、屋根があるよね。屋根が、それ屋根あるか、それ屋根はあるわな。またこれ、またこれで良さ、あー、またこれもこれでまた良さがあるね。なるほど。ちょっとさ、なんかなんつーの、なんつったらいいの、なんかの建物とかあったらさ、そいつは3、D モード一回ちょ見ようか。ちょ、すみません、なんか、あー、こんなんなんだなって思える楽しみもあるじゃないですか。しかも待ってください、これ、ここに、とあることが、あれ？あれ？ここでなんかあったような気がするのは僕だけだろうか。作戦。戦う道具でいけんのか。特にまだ道具、ブーメラン、こっちにだね。ま、待った、使う装備って変えられないの。待って、いいや、待って、17、すげー。あれ、あ、待って、装備あるじゃん、ごめん、間違えた。ちょ、装備あるやないか。すいませんでした、すいませんでした。5 18、強い、いいね、やっぱブーメランいいね。2人でもなんかなったんだけど。 OK 19。ルーラーっていつ覚えなきゃな、覚えてないよね、まだね。60ポイント、ルーラー覚えてないんでございますよ。ルーラー呪文、青さん、おい、まあいいや、行こう。リレミトが先って珍しくない？ねえ、あった、あそこになんかあるね。あそこなんか、あれ、ここら辺でなんかすでになんかで、ガルーダだ。連携、オッケー、行こう。シャドーアタック、オッケー。
63強い強い、シンプルだけど強い。35経験値、35の経験値。なんだ大変だ大変だっち、で来たー、これ来た来たー、よっちどこ来たー、これよっちどこ大変だっち、だ誰かに助けてもらいたいけど誰も、んオイラたちが見えないっち、もうどうしたらわからないっち、本当にピンチッチ、ピンチッチかクソビッチにも聞こえピンチッチね、すいませんすいませんすいません、ちょっと今ちょっと問題発電があったかもしれませんが、すいません今の忘れてください違う、まさかオイラが見えるっちか、でっけえな、すごい、ちょっととうとうオイラが見える人見つけたっち、オイラが見えるってことはまさか勇者様っちねって、やっととうとう見つけたっち、はじめまして勇者様、オイラヨッチ族のクルッチだっちっていきなりだけどお願いがあるっち、オイラたちヨッチ族のピンチを救ってほしいっち、どうかお願い、任せろ、そのために1年間頑張ってきたんだ、そういったか信じてたっち、ナオさん、さっきからお前誰、あ神には見えないのか、じゃあ早速勇者様っちを村へ案内するっち、来たー、来ました来ました、これね 2D 版、おこ 2D 版のヨッチ村を初めてございます、来たー、これたまらなくね、なんだろうヨッチ村だけなんかクオリティ高くねちょ他のとこってなんか若干なんかさちょっと安っぽいんだけど、ヨッチ村このクオリティで他のフィールドやってほしいんだけど、なんだこの村はっていきなり目の前に現れやがった、なんだこいつ、あなたは勇者様の仲間っちねって言ってなかったけど、ヨッチ村には不思議な力が満ちていて、村の中だけは普通の人でもオイラたちがヨッチ族の姿が見えるっち、ヨッチ族、うん、ヨッチ村、ヨッチ族、いきなりそんなこと言われても何のことか分かるしね、話がのちゃんと相手が分かるように説明しやがれ、じゃあ説明するっち、オイラたちが住むこのヨッチ村はロトゼタシアとは時の流れ地が全然別の場所にあるっち、時の行く末を見守り続け、オイラたちはヨッチ族がある使命を果たすためずっとここで暮らしてきたっち、あ、おいら勇者様のことを長老様から教えないといけないっち、だからこの助けが、うん、これまで、ま、出れんのかな、長老さん村の階段登った先には祭壇にの間にいるっち、じゃあおいらたちは先に行ってるっちってことで、これいつでも行ったり来たりできんじゃなかったっけ、あ、よっち村の長老に話聞けて、まずクルチと話を聞きました、あなたが勇者様ですね、ようこそよっち村へ、まずは長老様にお会いください、オッケー、幼稚園の使命が果たせないとお父さんが落ち込んでいたけど、どういう意味かしら、使命ってそんなに大切なことなのかな、私は、ん、私子供だからよくわからないわ、オッケー、寝れるのか、まあまあ一回寝るか、あ、ん、あ、待った、ただじゃんちょっと待って、おただで寝れんだけど、さあついにヨッチ村来たぞ、ヨッチ村、時渡りの迷宮ね、いける、いつでもいける、なんのかな、管理人だって、ビップアブアルバムが何かって、ごめんなさいそれまで教えられないわって、でも時が来たらちゃんと教えあげるから安心してね、だって、ほい、長老様が迷宮に入ってくれと頼まれたけど、臆病な無理はとても無理でやんす、あー誰か僕に勇気をくれないでやんしょうか、だって、まあいいや俺が行くから、さあ来た、これをやりたかったんだけど、ねまあ全部終わってからやろうかな、なんか最強のヨッチ族とか見たいじゃん、使命を果たすことができないと思ってたが、勇者様 が来てくれたなら少しは希望が見えてくるかも、なんかねおや一回なんか最初のやつだけやったような気がするんだよな、なんか最強のヨッチ族とかいうなんかそんな動画見たことあるんだよな、タイトルなんかそういう、きたー、勇者様見てくださいっち、長老様見てくださいっち、勇者様が来てくれてたっち、勇者様ようこそヨッチ村へ、私はヨッチ村長老ジョロッチです、じゃあある使命を果たすため勇者様に探したのです、だって祭壇を見てくれ、だって冒険の書、それには異なる世界に生きた伝説の勇者の功績が刻まれており、何？我々ヨッチ族に与えられた使命はこの冒険の書を守り、正しい、あ、なるほど、
そのため我らヨッチ族はさ、この才能は冒険の書を大切に保管しずっと守ってきたのです。じゃあって写真見て見て、お分かりの通りな、最近何者かによって冒険の書が破られたり黒く塗りつぶされておる。これ、ね、これは最後何、犯人は分かるのかな。一体誰がこのようなことしたのかは分かりませんが、とにかくコマでは冒険の書の正しい歴史が失われてしまいます。そこで勇者様には冒険の書の世界に入り、冒険の書を元に戻し、元に戻してほしいのです。じゃあだって、冒険の書の世界に入るために時わずかの迷宮というところで冒険の書の合言葉を見つけてくる必要があるのですが、勇者様は時わずかの迷宮に入らない代わりのものを迷宮に送り込みます。さあ予知族の先生出てくるのじゃ。なん、うわー、こんな感じなんか。誇り高いヨッチ族の戦士たち、勇者様に代わり時渡りの迷宮にあり、伝説の書の愛、あ、冒険の書の合言葉を集めてきてくれましょう。6人のヨッチ族を手に入れ、なんで6が4になんだよ。祭壇はすぐとなるので場所がすぐに分かるはずです。だってこれ言っちゃ、例の準備を頼むぞ。だってちゃんとすれ違い通信ができるように、すれ違い通信システム的な話が来ましたよ。了解っち、ユチ様のためにおいら頑張るっち。まあ、特別にまだやんなくていいんだよね。時渡りメイクに送り込み、冒険の書の合言葉を見つけてきてくだされ。なるほど、行くぞ。これまずやんなくていいのかな、まだやるのかな。なんかね、なんだったっけな。ちょ待って、ここの横か。ほいっと、1ゴールド。どっちだ。まあまあ、これもう一回行っちゃっていいのかな。一回行ってみる。メイク中に送り込んで中を、あ、なる、見たらいいんだね。守りやられてやる気も失った子たちはユーチャ様の元からいなくなるけど、よくしよ地図をまたすぐに集めたらどんどんメイクに送り込んで大丈夫よ。だって迷宮に送るんで思うままに、え、どんなんだってか忘れちった。行こう、張り切っていってらっしゃい。だってさあ、始まった、始まったぞ。あ、来た。東京の迷宮では村に住んでるヨッチたちが最大8人を選び、特殊なダンジョンに挑むことができます。モンスターを倒しながらより下の、なるほど、これずーっと、これちょっとは一回多分やってるはずなんだよね。やらないところ終わらないんだもんね、多分ね。全滅しても村のヨッチ族が残っていれば、全滅した時点で最大8人はヨッチ族を呼び出した。あ、なるほどね。再チャレンジもできるのか。チェックポイントからなのか。探検しながら進む、オートラン Y でいいのかな。オートラン OK。 あ、いオートランをやめるって、あ、なんか出てきた。よし、来た。なんだ、モーターとバトルでダメ打ちを受けたヨッチ族はやる気は減っていきます。ボタンで1ボスベロンすれば勝利になります。なるほどね。他の冒険者から受け取ったヨッチ族はランクが高いほど ブライドも高く、簡単な迷宮ではやる気が下がった状態で探検に臨むことになってしまうでしょう。だってどういうこっちゃ。注意しましょう、バトル繰り返すと画面右上のゲージが溜まり、いっぱいある呪文を使えるようになります。ヨッチ族は色によって使える呪文が異なり、同じ色が多いと呪文を威力が上がります。特にバリアを張っているモンスターにはバリアと同じ色のヨッチ族が使う呪文が有効です。だってオッケー。これなんなん、これ。倒した倒した、いけないいけない、最初いけんじゃないの。いこう、かわいい、これなんじゃこれ。かわいいじゃないか。スライム現れた。強い強い強い、倒した倒した。これなんかボスとかいいのかな。やめて、オートラ、あ、またオートラやめよう。オートラやめます。やめて、危ない危ない、おりません。漬物石、へえ。オートラ、オートラだと勝手にどっか行ってくれんのかな。スライムベスが現れた。9のダメージ、やばい。8、強いな、だいぶ強くねえか。オッケー、よし、強くなった、強くなったぞ。よっしゃ、レベルは何、上がらないんだ。そう、まあ、ちょ待って、なんで降りろ降りろ、下の画面で見れるね。はい、あー待った、下に師匠がいる。297、下に師匠がいたぞ。でこっち行って、いやー、いた。これね、全員叩かないと無理なのかな。
現れた攻撃。よし、オッケー。よし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 。なんかさ、俺なんか見たことあるんだよな、なんか動画のタイトル、中身じゃなくてタイトルだけで、最強のヨッチ族なんちゃらかんちゃらとか、そういう感じの動画が当時あったと思うんだ。だからなんか、これ集めるんだと思うんだよ、結局は。そういうことだよね。結構長いな、これ。OK。結構長くね。あ、一個下がった。まだまだあるな。OK。スライムはよ、これボスいんのかな？でもさ、ちょっと待って。やる気を見る。これさ、やめとこう。こっち行ってみようか。これなんかセーブ地点とかあるとかないとか言ってなかったっけ？言ってたよね。こっちでいいのか。真ん中の、あ、でっかい、待って。さあなんだ？麦わら帽子を手に、ヨッチ族のアクセだって。アクセとかあるんじゃ、あ、そんなんあんのかこれ。ほい。装備できないの？装備できないのか。面白くね。いや、これ行こう。ずっとやりたかったんだよ、これ。ベース。行こう。よし。これさ、右上に、あ、そうか、あれか、魔法かどうかっつったな。ちょっと誰か死ぬかな。雑魚なんだな。ちょっとまだ雑魚なんだな、幼稚族。でも武器とかあるから武器とか買えないのかな。わー、待った。中ボスだろ、これ、動画を考えても。師匠来た、師匠。オッケー、2。やめてー、やめてー、やべえな。よし、よし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 。いいんじゃないですか。いい感じだったんじゃないですか。魔法使いたいね、そろそろね。右上がま、溜まると魔法が使える的なこと言ってなかった？オッケー、行こう。いいね。これ最後とかめちゃくちゃ難しいのかな？わかんないんだよね。でもなんか当時なんかめちゃめちゃ難しいとかなんかそういうなんか動画のタイトルを見たことあるんだよな。そう、扉のバーニー、うわ、つえ、嘘だろ。満タンになった。スキル赤メラ、オッケー、35。やめて。ちょっと待って、ちょっと、おい、一撃で一人ずつやられていくって、ちょっと、おい、俺、わ、マジかよ。オッケー、終わった終わった終わった。危ねえ。おい、いなくなった、あいつらどうすんじゃい。終わった。来た。冒険の書の合言葉を見つけた。へえ。はじめの最大の冒険書の世界へ、ガライの町へ行けるようになった。来た。これどうすんだろう、帰れんのかな。扉が開かれた。僕の合言葉を見つけたヨッチ族はヨッチ村に帰ることにした。ガライの書を手に入れた。だって、これでいいのか。お帰りなさい、勇者様。見てきたのね、お勇者様、すごい。それじゃ長老様待っている際、あ、これでいいってことなのか。すぐ隣へ。さあ、ということで、さあ、ついに来ましたね。まあ、全部一気に多分やれないと思うんですよ。ただ何度も上がってくると思うんですが、ということで、ついに時当たりの迷宮ということで、いやー、1年越しでございましょうか。さあ、ということで、とにかく今回はこの辺で終わりたいなと思います。よろしければチャンネル登録、そして高評価などもお願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。